万人公医師遺骨70年記念式典犠牲者のモニュメント進化日軍南京大屠殺草南道法記念館は中華人民共和国の博物館であり追悼施設でもある。日本のマスメディアからは南京大虐殺記念館とも呼ばれる。中国共産党により第一次愛国主義教育模範基地に指定されている。2014年からここは 南京大脚殺犠牲者国家追悼の指定場所である。博物館の東急区分は最高位の中国国家一級博物館に分類される。当館は日本軍が1937年12月13日から約40日間の間に南京において中国の庶民と捕虜になった軍人30万人余りを殺害したとの見解を示しており、 館内に30万という数字を表記している。新華社の2014年12月1日の記事によれば、館内にある嘆きの壁と呼ばれる壁には、南京大虐殺の犠牲者であるとされる1万505名の名前が表記されている。2007年1月30日に、上海交通大学教授で南京大虐殺の研究を行っているほど長期は、 東京財団主催の講演会で質問者から、南京の記念館、あそこに30万人と書いてありますが、あれは即座に消すべきですねと指摘された際に、それは一学者あるいは一個人が決められることではないのです。私が、もしも記念館を運営しているということであれば、私は最初から、そういう数字は書きませんと述べている。2018年6月24日に、 福田康夫が訪問した際に、記念館の館長は、三十万人という数字は、南京に至るまで、日本軍が戦争しながら殺害した人を含めた数字であり、南京市内にいなかった人を含む数字であると説明した。1982年、中国政府の東昌平並びに、中国共産党中央委員会が、全国に、日本の中国侵略の記念館、 記念碑を混流して愛国主義教育を推進するよう指示を出した。この指示を受けて、1983年、中国共産党チャンス省委員会とチャンス省政府は南京大虐殺記念館を設立することを決定し、中国共産党南京市委員会と南京市政府に準備委員会を発足させた。当初平は1985年2月に、 南京を視察に訪れ、建設予定の記念館のために、新華日軍南京大屠殺宮南道法記念館の館名を記号し、東商平の視察直後に記念館の建設が着工され、後日戦争終結40周年にあたる同年8月15日にオープンした。2006年6月25日を最後の開館日にして、2006年6月26日から南京大 虐殺70周年の2007年12月13日落成を目指し拡張工事が開始され一時閉館となった。完成後の敷地面積は2.2ヘクタールから4.7ヘクタールに大きく拡張される。敷地内の構成は東部地区に新資料館が建設され、中部地区に旧資料館、西部地区には和平公園が建設される。新資料館は地上1階、 地下2階で構成され、屋上と旧資料館の広場を使用すると3万人規模の集会が開催できる広場となる。拡張工事では、河南理工大学建築設計研究員の南下神堂が設計責任者を担当する。総建築面積23万平方メートル、総工費4.78億元であった。2007年中に完成し、 同年12月13日に開館した。記念館は広場陳列、遺骨陳列、資料陳列からなる。広場には犠牲者名を記したものなどの様々な記念碑や虐殺を描いた彫刻などが置かれている。外形が中国の漢王家のような遺骨陳列室には虐殺後に遺骸が捨てられたとされる万人公から掘り出された人骨の一部が展示されており、 線香や花束を備える場所もある。資料館内には国民党軍が使用した統治下が展示され、攻略戦当時の南京市が再現されている。資料館には旧日本軍の南京大虐殺や抗日戦争に関するパネル展示や資料展示がある。日本軍の弾薬など実物資料も多いが南京で使われたものでない路角兵器南方戦線で、 米軍将兵が戦利品として持ち帰った軍刀、展示のため、東京都で購入された軍装など、南京攻略戦とは関係のない資料も存在する。また日本側資料として展示されるものは、朝日グラフや戦後発行された毎日新聞社の不許可写真など、民間のもので占められている。ジョン・ダーベなどの一部の駐在外国人を英雄として扱っている。資料館の最後は、 南京攻略戦に参加した元日本兵の自制的証言を紹介している。2007年12月の再オープン時に日本の研究者らが南京事件と無関係であると指摘していた連行される慰安婦たち置き去りにされなく赤ん坊など3枚の写真について記念館から撤去されていたことが確認された。2008年1月16日30万人という 犠牲者数を多数表記するなど、旧日本軍の非人道性を強調しているとして、上海の日本総領事館総領事が、日本政府の問題意識として、事実関係に疑義がある展示があると南京市館らに、見直しを求める申し入れを行った。しかし、主政山官長は、配慮すべきところは配慮し、良いものができたと思うと答え、そのままの状態で公開するに至っている。 2008年12月17日に、産経新聞は3枚の写真が、記念館から撤去されたと報道した。写真は、アイリスちゃんの著書、ザ・レープ・オブ・南京や本田勝一の中国の日本軍等でも、日本の残虐行為として紹介されるなど、国内外でご用されてきたとしている。翌18日に、同新聞は、日本の外務省は、同記念館が、 南京事件から70年にあたる昨年12月に再オープンして以降この3枚を含む複数の写真について史実に反すると日本の学問状況を非公式に中国へ伝えていた3枚の問題写真の撤去はこうした外交努力の成果と言えると主張したこの18日の報道に対して記念館側は19日に再オープンして以降1枚の写真の入れ替えも 行っていない。産経新聞に対して強く抗議を表すと主張した。また、主生山記念館館長も、3枚は戦争の背景を紹介する写真として使用したことはあるが、南京大虐殺そのものの展示で使ったことはない。置き去りにされてなく赤ん坊の写真は、上海南駅で撮影されたもので、展示会、上海で、殺戮行為の日本軍、 南京に向かうで使ったことはある。その3枚の写真そのものは、いずれも歴史の事実に符合するものだ。また、新刊にこれら3枚の写真を陳列したことは、そもそもなく、オープンから1年経っても1枚の写真も入れ替えて、おらず、日本外務省からの通知を理由に写真を撤去したような事実は、全くないなどと反論した。また、問題の写真について、 日中で異なる見解があることを認めた。2017年12月14日に展示内容をリニューアルした。写真は2、3に、物品は1、3に減った。朝日新聞の本田勝一元記者らの展示物が撤去された。性暴行とするコーナーを設置し、習近平総書記の大きな写真パネルを展示した。住所、 南京市立行翼水西門大街418号南京地下鉄2号線運近土駅下車すぐ、8時30分16時30分、月曜日休館、祝日は開館、公安部の見学、後ろの壁には、工事の市市について、カンとなすとのスローガンがある、大学生による先生とりわけ重要な愛国主義、教育基地であるため、 公職旅遊100,000の対象ともなっている。2004年3月より無料開放になった。有料当時の入場料は10減であった。入場者数については、2005年度は218万7531人で、あるが有料だった1月、2月は月4万人弱であり、無料開放後は3月に12万人、4月に21万人と、急激に変化している。 見学者は中国人観光客が主体であるが、公安部、人民解放軍が観光バスで団体見学に訪れている。週刊ポストによると、中国の小中学生が遠足や修学旅行で反日教育を学ぶための訪問先としても人気があるという。また、外国人観光客も見受けられる。入場に際してはテロ対策のため所持品検査が行われる。 また、身分証提示も必要ない。キャプションには、英語と日本語の表記もある。施設敷地内での撮影は可能だが、特別展示のある建物、資料館内での撮影は厳禁である。資料館に隣接して、解放軍施設並びに公安部施設が所在する。在中国の日本人学校や、労働組合、教職員組合などが、千抜鶴の奉納をしている。デンマーク・チェコ。 ありがとうございます。